茶色ですが、本人の希望により練習生を辞める対談ということになりました。山桜ゆりですが、アイスリボンでのデビューを希望したいため今年中対談となりました。佐藤陽平選手ですが、芸能活動宣伝により対談となりました。3人の未来が明るいものでありますようになっております。ホットシュシュイグナイ開幕抽選会を行いたいので、ミスモンゴル選手、ジェイク・ブラドック選手、リングにお願いします。第1試合の赤コーナーの選手です。ジェイク・ブラドック選手です。ジェイクの対戦相手です。ミス・モンゴル。今20分一本勝負、ジェイク・ブラドック VS ミス・モンゴル。危ない妖怪妖怪オリーバーブYeah!
見事勝利おめでとうございます。ありがとうございます。出方とかどうでもいいんです。今帰ってたら次の3月9日そうです、ミスモンゴルとシングルって。そうですそうです。嫌だよもう、めっちゃ怒ってましたよ。いや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 、タグタグしょうがないしょうがない。いやいや大丈夫大丈夫。いやいやいや、ケント勝利おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか？もう膝を攻められたのでエースクラッシュできるか不安だったんですけど、負けてたまるかっていう気持ちの方が強かったので、意地でもエースクラッシュを出しました。はい、お疲れ様でした。また頑張ってください。頑張ります。はい、お疲れ様でした。いや自分に腹立ってますよ。リリーとちょっと気が合わなかった感じがするんですけど、まあまあまあ根本的にはまあ、そんなに合わないんだろうなってまあリリーはデビュー戦を見てからずっと脅威に感じているので戦うことばっかり考えてあんまり組むことを想像していなかった、油断したと思ってます。自分に対してすごい腹が立ったんですけど、それをまあリリーに当たっちゃったのが自分の弱さですね。もっとできたのに、まあ乾杯です。本当に悔しいです。分かりました。また次頑張ってください。頑張ります、はい、ありがとうございました。スペシャルドリームマッチ、シングルマッチ20分一本勝負、田中雅人バルスレスラーと戦って、もっともっと経験積んだら
ともっとすごいレッスンになるんじゃ。その時またお前ともう一回やったるわ。試合はいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、まあ、技術的なことを言ったらまだいっぱいあると思うんですけど、まだキャリアが、どれぐらいあるのか分かんないですけど、まあ本当にもうちょっとやっぱり練習をしてからまた目の前に立つのが楽しみだなっていうのが正直な印象なんで、なんていうかな、やっぱ僕にはないやっぱパワーと体格を持っているので、それをもうちょっと試合の数をこなして使っていけるようになったらもっと本当に成長すると思うし、はい、やっぱ数をこなしていかないと成長していかないかなっていうのはあるんですけど、はい、でもすごいこうやっぱこうマスクかぶってたらね、やっぱ体力的にもやっぱリングに上がって同じように僕のようなペースに合わせて動こうとしたら体力っていうのもなくなっていくし、でもマスコマンで生きていくっていうのをレスラー人生決めたんであれば、もう少し体力つけた方がいいんじゃないかなとは思います。はい、わかりました。また機会があったらホットシュシュにぜひ参戦お待ちしております。はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、